はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もシャドーバース、略してシャドーバーの実況やっていきたいと思います。前回はねフリーマッチで戦ったんですけれども、今回はランクマッチ、はい、ランクマッチでやっていきます。で、今回もロイヤル頑張っちゃうデッキでねプレイしていきます。さあ、見てわかる通り今のランク D1、D1 です。できれば CBA とどんどん上がっていければなと思ってますっていうのと、あと前回からね続けて撮ってるので、まあまあまあ、特に変わり映えのないデッキですけども、今回もね連勝できればなと思ってます。このねロイヤル頑張っちゃうデッキね、結構勝ててるんですよさあやっていきましょう。はい、今回もね、あ、相手もエリカさんだ。うん、できるだけね皆さんがに分かりやすいように、プレイしていけたらなと、実況していけたらなと思います。まずは高いコストを捨てて、できるだけコストの低い、あ、出ましたね、最初にこのコスト1のなんだっけ、クイックアタッカーだっけ、なんだっけこの子、クイックブレーダーね、この子が出てくれると僕的にはすごく嬉しい。この子が出るとね、なんかいつも勝ててる気がするまあ気のせいだと思うんですけどね。はい、ちょっと今のうちに何があるかを確認しといて、よし、じゃあ今潜伏出した指見ないんで、これで、はい、どうしよう、ナイト1体、これで場に3体任せてますね。もうできるだけね自分の場にはねいてほしい本当にいてくれるとなんかねこう、なんだろう、安心感があるというか。あ、相手も出してきましたね。うん、まあ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 、こっちの方が平和多いぞってことで、自分の場に、なるほど、どっちがいいかなーって、まあこっちですね。はい、祖国のために、よし、で今できるだけ相手を倒しておきましょう。これが私の果てか。はい、押せ、よし、これでいいですね。さあさあさあ、次でこれを出そっかな。いや、まだ早いか。いや、出してもいいよな。あ、なんか来た。あ、この子もいいですね。どっちがいいかな。あ、じゃあそしたらこいつ出しちゃって、こいつ指揮官の効果もあるので、指揮官になるとまずこの子が4になります。はい、で、この状態で、相手1なんで、今のうちにもうどんどんやっちゃおうかな、ね、やっちゃっていいよね、いいと思う、いいかな本当に。いや、やっぱこっち戦っとこう。うん、相手を0にしとく、うん、それがいいなんかね、一人でもね、一体でも敵の場にねいると、なんか攻撃力上がったりして、こうめんどくさくなるんじゃないかなって思っちゃうんだよね。よし、さあ、で、コストが5を使えるんですけど、3人の使い方あるね。3人の使い方、もしくは4だけってなると、まずこいつ出しちゃって、ちっちゃいって言わないでよね。で、オッケーオッケー。で、これ出して、これがいいね。おっと、失礼。いろいろ通知が来るな。んーで、進化させないでいいや。これもう直接攻撃しちゃいましょう。もう先制攻撃。で、もしね、相手がこのまま何もしなかったら、もう僕の勝ちなんで。攻撃が5とね3あるんで、うん、このまま何もしないっていうことは多分ないですけどね。まずないですけど、もうチェックメイトですよみたいなのは。え、マジで、あ、嘘、本当勝ったわ、やった、お見事勝った、イエーイ。あら、こんなあっさり？マジか。
勝敗なんですと？勝敗確認中。こんなことあんの？対戦相手からの通知を待っています。残り75秒で勝敗を決定いたします。あ、この表示は初めて見た。へえ、こんなことあるんだ。そう、結構ね、あのランクバトルだとなんか、あ、終わった。相手リタイアすることとか結構多いんですよね。うん、通信が切断されました。はい、ということで勝てました。なんか最後トラブルもありましたけど、まあいいでしょう。よし、あっさり勝ててよかった。さあ、それでは今回も気分よく勝てたところで、ショップでね、カードパックを購入したいと思います。今回もルビーで購入しようかな。2パック。うん。はい、購入します。それでは参りましょう。さあ、来い。まずは1つ目。1パック目どうぞ。パラララララント。あら、珍しいぐらい何もない。まあまあ、2つは、神竜。奥神竜初めて見たんじゃないかな。再生札がコスト。ふんふんふん。ああ、いいですね。はい。結構このね、スニッピーガーデナーとかよく見る気がするんだけどな。あ、この子もよく見るね。錬金工房。絵は好きだけどね。さあ、2パック目もう一回いきましょう。パパパパパッと。おー、いいね、いいね。ドラゴンメイジ。自分がスペルをプレイするたび、ドラゴン1体を出す。このカードは、まあ、持ってますが、結構使えます。うん。スペルをプレイするたび、ドラゴンが出るんで、うん。ね、いいでしょう。いいでしょうとか言って、はい、というわけで、今回もここまでにしたいと思います。次回の実況までにはできればね、また新しいデッキとかを作って挑んでいきたいなと思います。それか、まあ、どんどんね、今使ってるこのデッキを、まあ、改造してっても、改造まあ、バージョンアップさせてってもいいとは思うんですけどね。今のところ勝てて、なんか勝ててるんで、なんかいいのかな。はい、本当にね、アドバイスとかぜひぜひいただけたらなと思いますので、何か少しでも助言いただける方はコメントによろしくお願いいたします。また始めたよっていう報告もね、嬉しいのでよろしくお願いいたします。そして少しでも楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これからもシャドーバー楽しくやっていきたいなと思っております。コーダでした。次回のシャドーバーの実況も楽しみにお待ちくださいませ。ではまたね。グッバイチャー。この忍者マスターっていうのが、潜伏の機能を持ってるんで、潜伏の機能を持っていると、相手にこの状態だと攻撃されないんですよね、うん、選択もされないんで、なのでこのまま何も起こらずターンが過ぎてしまったら、相手の、ね、リーダーに6ダメージを与えることができるので、このまま